第二次世界大戦太平洋戦争マリアナパラオ諸島の戦いアンガウルの戦い日本軍の陣地とアメリカ軍の侵攻図アンガウルの戦いは第二次世界大戦におけるパラオマリアナ戦役における最後の戦い飛行場の建設を意図したアメリカ軍はペリリュー島にアメリカ軍が上陸した2日後の9月17日に上陸戦を開始した圧倒的な兵力差のもと 9月30日に島を全面占領した。当時、日本軍によるパラオ防衛は第14師団が担当しており、アンガウル島防衛に当たっていたのは、第14師団配下の宇都宮府評第59連隊であった。第14師団はペリリュー島守備のため一個連隊強を割いており、パラオの他の当初防衛も行わなければならなかった。そのため、 1944年7月20日の寺シ、作戦命令校第124号により、不評第59連隊は、アンガウル島防衛に第一大隊を残し、パラオ本島に引き上げていた。アメリカ軍のパラオ侵攻が明白になると、日本側は在住の民間日本人と、現地住民をアンガウル島からパラオ本島へ疎開させたが、 清掃年の現地住民男性約180名は朝鮮人と共に軍部として日本軍に協力させるため残されてアンガール島へもアメリカ軍が上陸して戦闘に巻き込まれることとなった。1944年9月11日、アメリカ軍は侵攻前に空母ワスプ発艦のドーントレスによる予備爆撃及び戦艦テネシーによる艦砲射撃を行った。 この砲爆撃によって、同等の日本軍の通信施設は破壊され、パラオの他の日本軍部隊と連絡を取ることができない状態に陥った。以後、日本軍不評第59連隊第一大隊は、玉砕するまで、司令部からの命令を受信できない状況下で戦闘を行うこととなった。アメリカ軍の爆撃、艦砲射撃が開始された6日後の9月17日に、戦艦一隻、 重巡洋艦二隻、軽巡洋艦二隻、そして五隻以上の駆逐艦からの艦砲射撃の支援のもと午前八時半過ぎにアメリカ陸軍第八十一不評師団が島の北東及び南西の海岸に上陸してきた。付設された地雷による被害や日本軍による水際作戦によってアメリカ軍は上陸当初ある程度の被害を受けたが上陸に地点から前進し、 同日夕方には内陸へ進出していた。アンガウル地区隊長である第一大隊長、後藤牛尾少佐は守備隊残存兵の再編を図り、あらゆる火砲を動員して、野修を決行。翌9月18日明け方には、アメリカ軍を一旦は海岸近くまで押し戻した。夜が明けると、アメリカ軍は M4 中戦車や LVT を全面にして、関西機による、 重爆撃も加えて反撃したため、午前10時頃には、日本軍攻撃部隊は全滅した。アメリカ軍は9月19日早朝に、島の中心部サイパン村に突入、間もなく占領した。パラオ本島との間で、アンガウル島から一番近いペリリュー島に第一海兵士団が上陸して、ペリリューの戦いが行われていたことから、アンガウル島の日本軍守備隊は、パラオの他の島から、 援軍や補給を得ることはできず、15倍以上の圧倒的な兵力差があったため、アメリカ側は9月25日には目標としていた丘を占領、9月30日には島を全面占領することに成功した。アンガール島守備隊は島東部の洞窟号にこもり抵抗を続けたが、10月19日に最後の切り込みを行い抑歳。後藤大隊長以下、 守備隊員の大半は戦死し、島は焦土と化した。陸軍首脳部はアンガウル守備隊の功績を特筆すべきと考え、10月28日にはアンガウル守備隊に昭和天皇の五箇所の言葉が出された。占領後、アメリカ軍の飛行場が築かれた。1944年10月にアメリカ陸軍航空軍第494爆撃隊が到着して以降は、 コレヒドール島を含むフィリピンに83回にわたって空襲を行った。また、パラオ諸島のコロール、ヤップ、トルークにも数度爆撃を行っている。同爆撃隊は1945年5月までアンガウル島から出撃した。アンガウル島はアメリカ軍航空隊が西方に移動する際に戦闘地域の中では比較的危険の少ない場所であったことから、 しばしば空輸航路として利用されることもあった。本籍地を朝鮮に有する日本市民、大半は臨港石採掘のために徴用されてきていた労働者。ありがとうございます。